ナンバーピロミンです。今日は速読インストラクターに対して速読して見せてみろって言ってくるタイプの人たちについてお話をさせていただきたいと思います。ピロミンは楽読という速読のインストラクターをして4年目ですね。累計で500名ほどの方にですね、速読楽読のレッスンをさせていただいています。この中の方々でですね、継続受講して、速読楽読を身につけるっていうところを目指している人、すでにそれを達成された方もいらっしゃれば、残念ながら体験だけで大丈夫ですというふうになった方々もいらっしゃいます。で、今日はですね、そういう500名の方々、いろんな方々を思い起こしてみて、楽読インストラクターに対して速読して見せてくださいって言ってくる人たちのタイプというか、傾向について、あとそこに対してピロミンが何を思っているのかというところですね、今日はお話をさせていただきたいと思います。これですね、結論から言うと、ピロミンは全然やります、やりますが、それを発言してくる段階で多分ですね、思考の癖にだいぶ偏りがある可能性があるなっていうのをですね、思っています。順番にちょっと解説をさせていただくんですけれども、これまず速読して見せてくださいって、速読のインストラクターに言ってくるっていうことは、何かを確かめたいんですよね。この先生は実際に速読ができるのかっていうところもそうですし、そもそも速読というスキルが本当にあるのかって、おそらくね、見たことない人が多いんじゃないかなというふうに思うんですよね。なので、そこを確かめるために、インストラクターに対してしてみせろって言ってくるんだろうなというふうに思ってます。これですね、速読教室の選び方みたいなのをですね、ネットで細かく検索しているような人たちは、多分速読教室に体験に行った方の手記ブログみたいなのもちょっといろいろ読んでると思うんですよね。結構ですね、その中にこの速読が本物かどうかを確かめるために、インストラクターに対して速読やってるところを見せてくださいって聞いてみろっていうのって、これ何回か見たなというふうに思うんですよね。でもこれもね、速読の流派によってはかわいそうだなって思ったりするんですけどね。楽読は基本的に速読楽読を身につけた人間しかインストラクターになってないので、おそらく全員ができるんですよ。ただですね、基本モニターやアプリとにらめっこして機械学習、自主トレをするっていう趣旨 の速読の流派だと、インストラクターさんが必ずしも速読できないケースってあると思うんですよね。基本的にインストラクターとはいえ、この機械を受講者さんが正しく使えるように指導する、レクチャーするっていうところだけができればインストラクターになれるので、そういうところなので、そういうところに行ってインストラクターさんに速読見せろって言った場合は、いや私はできないんで、デモンストレーションは当スクールはお断りしていますみたいな、そういうの別に全然あるだろうなというふうに思います。そしてですね、基本的にこの教育っていうビジネス全般において言えることだと思うんですけれども、生徒さん、受講生さんになるにあたって、先生は自分より格上、上の人間だよねっていう認知にならないと基本的に入校ってないと思うんですよね。なので、そういう意味でインストラクターとしてのレベルチェックをされているっていう、そういう趣旨でのですね、確認作業なんだろうなというふうに、思っています。で、楽読インストラクターは全員おそらく読めるでしょうけれども、でも人にもよるだろうなというふうに思ってます。基本的に読むだけだったらできると思うんですよ。ただ速読力って細分化するといろいろあると思うんですよね。もちろん文章を早く読む力はもちろんですし、内容を理解する力です。で、その内容を記憶する力です。で、この速読のデモンストレーションにおいて一番重要なのが、読んだ内容を言語化する力なんじゃないかなというふうに思うんですよね。当然本を読んだ後にですね、この本何書いてありましたかっていう、速読してちゃんと内容分かってますよねっていうのも確認したいと思うんですよね。速読して見せる子って言ってくる方々って。そうなので、これ読んだ内容パッと喋れるかっていうのって、これ読書力とはまた別のスキルだったりすると思うんですよね。ピロミンは過去振り返ると営業としての経歴が12年ぐらいあるんですよね。で、司会業、司会者として、イベント会場だったりとか結婚式場でマイクを持たせていただいた時期、ちゃんとお金もらってプロとしてですよっていう時期も結構あったので、ピロミンは比較的パッと喋れちゃう方なんですよね。なので、ピロミンは全然もう言ってくれれば全然やりますよっていう、そういう感じなんですけれども、多分インストラクターさんによってはちょっと読めはするけれども、なんか読んだ内容パッと喋れっていうとちょっとうまく喋れるか自信ないみたいな、そういうのはあり得るかなというふうに思います。あとですね、この速読して見せ
ロさんって、おそらく速読に対して過度の期待してる傾向があるなというふうに思うんですよね。結構速読の動画の広告とかそういうので本をパラ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 ってしてるのあるし、楽読もテレビとかで取り上げられると、このパラパラって、トレーニング本の一環でみたいな感じではあるんですけど、やらされるんですよ。この、トレーニング本の一環としてやってるんですけど、初めて読む本もこれで読めるんですよねって捉えてる方って少なからずいらっしゃるですよね。そうそうそう。あと結構速読ってよっぽど目が広く早く動くんだよねみたいな感じで、そこの期待もあってですね。そうそうそう。以前私速読してみせろって体験にいらっしゃった方に言われて実際にやってみせた経験あるんですけれども、ピロミンの場合何が起こったかっていうと、疑われたんですよね。お前本当に読んでないだろみたいな。そう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 。なんでかっていうと、ピロミン本読むとき目そんなにガガガガ動かないですよね。なんでかっていうと、見幅が広いんですよね。本を見て、皆さんどうですかね。速読身についてない方だと、基本こうやってこうやって文字を目でなぞり折って読んでいくと思うんですけど、ピロミンの場合、もちろん本の文字の大きさだったりとかもよりますけど、基本縦にパーンなんですよね。縦1行が目を動かさず見れます。でこれでピントも合います。で内容も取れますみたいなことが多くてですね。そうそうそう。でこう言って目の動かし方どうなるかっていうと、こういくんですよ。基本こうじゃないんですよね。なので目が動いてないから読んでないだろうとか、いや言われてもそうじゃないよみたいな、そんな感じでして、そうなので、もうなんか速読習い事自体が、まだまだね、我々の力不足もあってニッチなんだろうなっていう印象は持ってるんですけれども、そうそうそう、やってみせるのに疑われるみたいな経験をちょっとしていました。そう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 ね。いやはやいやはや、すいません、楽読はね、速読業界のね、教室数ナンバーワンスクールなので引き続き取り組んでいきたいなと思っているんですけれども、すいません、ちょっとね盛大に話とらてってるんで戻させていただくんですが、ピロミは全然ね、速読してみせろって言われれば全然やるんで、やるけれども、やった結果かえってドン引きする人多いんですよね。なんでかっていうと、日本人平均の1分間あたりの読書文字数って、300から500ぐらいなのかなっていうふうに言われてるんですよ。でピロミンのスピードはっていうと、本にもよってスピードの差はあったりするんですけれども、だいたい4500文字から1万文字なんですよね。平均の方の9倍から20倍速で内容を理解しながら読めるんですよ。でいざそれを実際に周りの目の前でやってみせて、だいたい体験の方って自分の、その日の読書文字数と今の私の読書文字数比較して勝手に落ち込むっていうことをされる、これ何人かいらっしゃいましたね。そう、私今300文字しか読めないのにこの人1万文字なんだみたいな、そうそうね、そう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 、宇宙人みたいな感じで見られるからちょっと傷つくんですけどそうそうそう。なので結局ですね、この確認作業をされる方の傾向としてですね、慎重すぎるんですよね。石橋叩いてぶっ壊すタイプだと思うんですよね。そう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 。ね、結局のところですね、調べれば調べるほどにやらなくていい理由を探しちゃうタイプじゃないかなというふうに思うんですよね。これですね、私が以前通わせていただいたビジネススクールの教授の方で、0秒で動けっていう、直感と決断力に従って意思決定、物事を決めていくっていうことも必要だぜって、そういう方がいい仕事ができるぜっていう趣旨の話を書かれてる本があるんですけれども、これによるとですね、調べすぎによって意思決定の品質は下がるという趣旨の話が書いてあるんですよね。もちろんこの決断が間違ってないかどうかっていうところを調べるのに、一定情報収集、調べておくっていうところは大事なんですけども、ここにも程度問題があると、調べる量と意思決定の品質は相関しない比例関係にないんですよね。ここぐらいまでは確かにいい決定ができるねみたいなところで、これ以上調べちゃうとああみたいな感じになる。そうだよなと思って、ピロミンも思えば、私も今回の動画を撮るにあたっていろいろ思い出してるうちに気がついたんですけれども、私に対して速読してみせてくださいって言ってきた人で、
落読入学した方って一人もいないんですよね。ねえ、そう。まあね、描いている速読のイメージが落読と合わなかったのかなって、まあそういう考え方もできるんですけれども、まあ調べれば調べるほどに、ね、必要ないんじゃないかな、私には無理かな、みたいな、そういうところに行っちゃったんだろうな、というふうに思いますね。本早く読めるって、これ日常超便利なんですよね。落読の場合、テクニックとしての速読じゃなくて、単純に脳の回転数を上げて、頭の回転を良くする。なので、仕事のスピードとか勉強のスピードで、単純計算でですけれども、読書スピードが2倍になったら、勉強効率、仕事効率2倍になったりするケースってあるんですよね。そう。ね、なので、まあ、それだけいろいろ考えすぎで動けなくなるあたりを見ると、きっと日常のお仕事やもろもろも、決して早くはないと思うので、すみませんね、想像で物を言ってるんですけども、少なくともこういうタイプの方が仕事爆早いっていうケース少ないと思うので、ね、なのでまあそういう方にこそ落読必要なんじゃないかなとピロビはね思ったりするんですけれども、まあそんな感じですね。まあ速読してみせろさん、まあそんな言い方はしてないですけど、皆さんいい大人なのでこの本を、ね、速読してみせてくださいみたいな、そういう感じでちょっと自分の本持ってきたりするような、そういうタイプの方、おそらく調べすぎで動けなくなっちゃう、ちょっと決断力的には弱かったりするのかなというふうに、ちょっとピロビはそんな印象ですね。ねえ、いやはや、ね、決断力アップにも速読楽読はね使えますので、ぜひまたの機会にそういう方ね、動画をご覧になったらご検討いただければなというふうに思います。ということで、ピロビンでした。今日のお話面白かったですという方は、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。私のチャンネルでは、楽読の話、ビジネスに役立つノウハウの話、生きるのが楽になるマインドの話させていただいてます。よかったら引き続きご覧ください。それでは皆さん、また。